最後のキャンプだー。今回は中年親父4人での中年親父キャンプまあでもね、予報でね、極寒なんですよ。もう今日朝も東京マイナス1度とかだったんで、最悪今日の夜マイナス4度ぐらい行くことは覚悟したいが、まあ、その極寒の中でのキャンプの楽しみ方、今日はやっていきたいと思います。では行きましょう。薪の数がやばいです。お乳の焚き火台、かっこいい。モロッコで買ってきた。これなんて言うんだろうね、名前。なんて言うんですか。ポンプ。聞くね。はい。40代中年親父4人のキャンプでございます。もう40ですよ。それはもう、それは40ですよ。はい、ね。ではみんな2021年お疲れ様でした。お疲れ様。じゃあ乾杯。イエーイ。いただきまーす。うん。うまいっすねー。このちょっと一汗かいた後の。ね。さあ、今日私が設営したテントはこちらでございます。じゃん。テンティピージルコン9でっかい、まあ、10人ぐらい、まあみんなでゆったり過ごすんだったら、まあ6人ぐらいがベストですかね。中ははい、この中で高いですよ。で、今日は久々にこちらのストーブを設営。オーランドストーブ、かっこいい。このね、三面ガラスっていうのがね、これがね、火がね、綺麗に見えてね、いいんですよ。いやー、夜が楽しみ。金子隆
宮崎牛の牛タン。いや美味しそう。分厚。分厚い。今日肉パーティー。肉パーティー。大丈夫大丈夫。それでは宮崎牛の牛タンいただきます。うん。あ、うま。あ、いいですね。うん。あんなに育ててたのに。うん。あ、おいしい。うん。うん。あ、プリップリ。うんうん。あ、うまい。宮崎牛もうまいね。うまいうまい。それでは宮崎牛のすんげーステーキ焼いてきます。うわー、えげつない、分厚い、分厚いです。あ、どんな感じなんだい。うまそうだよ。フレームに収まんないよ。いや、おいしそうに焼けましたよ。じゃあこれ切ってこう。まずちょっと。うまそう。いやー。いい感じ。焼き色。美味しそう。いい感じ焼き色。それでは宮崎牛のステーキいただきます。これどうなの？あ、うまい。うん。うまい。マジでうまいこれは。うまっ。やばいっすよね。柔らか。うん。あ、もうちょい塩で全然いいですね。うん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 。あ、全然油重たくないですね。ないですよね。うん。うん、あ、うまいわ。これは最高。うんうんうん。じゃあトマトのホイル焼きいただきます。これ私が最近ハマってるメニュー。ほんと丸ごとトマトにニンニクと、まあ、ミックススパイスとオリーブオイルでこれいただくんですけど、これはね、もうスープのような感じ。これアルミ箔で包んでるんで、なんだろう、お皿もね汚れないし。あー、いいよ、いってみよう。いただきます。やっぱうまいわ、これは。これは外しません。金子たかとしちゃんねる。シーフードミックスのアヒージョ、金が鳴っちゃったけど、まあテレビじゃないからいいよ。いただきまーす。うん、めっちゃうまい。マジアヒージョ、うん、うん、うまい。味最高。味もしっかり。すごい、うん、金子たかとしチャンネル。いえ、これ何やってんすか。え、これ何やってんすか。多分見ても多分分かんないから。火を育ててこれの、これなんすか。これ火ばさみなんだけど、剣、皮膚希望にもなる。あ、なるほど。こっからこっからね、こっから吹いて、こっから出る。なるほど。こっから吹いて、こっから出る。なるほど。こっからほら、もうほら、こんなについちゃった。金子たかとしチャンネル。いやー、いいね。おでんと、おでん絶対うまい。ああ、よかった。
超良かったですよ、ゴクゴク。おでんが出来上がりました。ではちょっとね、この薪ストで温めたおでん、ちょっと一ついただきます。ちゃった。ごめんなさい。大根染みてる。いける。出汁効いてる。めっちゃうまい。あ、これ最高だね。やっぱ冬はおでんだよ。だってめっちゃ美味しそうだもん。いや、笑っちゃった。あ、うまい。ごめんなさい。うまい。さあ、それでは今日の寝床を作りました。まあ、私のキャンピングカーは3ベッドでございます。まずここで1ベッドで、カモンカモン、もう一つこちらに1ベッド、そしてポップアップでこの上が1ベッド、合計6人寝ることが可能です。今も FF ヒーター暖房が効いてるんで、まあ氷点下でも無敵、全く寒くない。まあ今日はこれでお休みしたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。金子たかとしちゃんね、青ネギキャンプ場、お疲れでした。お疲れでした。ありがとうございました。一泊二日でね、はい、極寒の中キャンプしましたけれども、まあやっぱりね、マンコンキャンピングカーあれば無敵です。もう全く寝てるのは寒くないね、 FF ヒーターで。まあテントの中での薪ストーブもぬくぬくで最高でした。いや、やっぱね、冬だからこそのね、空の美しさ、あったかいものを食べる喜び、冬キャンプもいいですね。ということで、また金子キャンプ、いつかどっか行きたいと思います。では皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。